町田忠春昭和21年11月12日は、明治から昭和期の政治家、実業家、ジャーナリスト、衆議院議員、立憲民政党、日本新保党総裁、農林大臣、商工大臣、大倉大臣などを歴任したが裁判年は公職追放された。肖像位、訓位等。号は、育道。愛称はのんきな倒産。 では国秋田郡久保田城下の秋田ほどのパッチョー神殿城長に秋田藩士、町田伝司の四、男として誕生。父伝司は三歳の時に亡くなったため、祖父、町田平次と母新士によって育てられた。大正期の中央公論編集長、滝田著院は老いにあたる。1875年に、小葉町田次家の養子となり、家督を継いだ。学齢に達して、 はじめ近くの塾で和漢学を学び、学生志向後は西黒和学校に入学したが、間もなく太平学校付属小学校に転校した。1876年には太平小学校の中学科が名称変更になった変則中学科に進学した。中学科は間もなく中学師範予備科と解消され、1 8町田の秀才ぶりはほどのの振動と言われるほどで、 手形の井上広井、奈良山の田中隆三と共に有名だった。卒業後、市喜き徳郎らと共に成立学者で学び、県比留学生として、東京大学の予備課程である、大学予備門に入学した。東京の風土と生活が体になじまず、やがて格気を患い、病気療養のため一時学業を中断して帰郷した。1883年。 秋田日報の主筆に招聘され、秋田に滞在した犬飼い武氏に出会う。大熊系の人脈に連なり、海新統計の新聞に記者となり、後に政党政治家となる短所となった。1884年夏、秋田まで町田に最上京を促しに訪れた予備門時代の同級生、内田光斎と共に上京。東京大学法学部専科に入学し、 本家に進学した内田高祭、林ゴンスケラ予備門時代の同期生と机を並べる。再び県比留学生に選ばれ、1887年に帝国大学法科専科を修了した。大学予備門を修了していないため成果卒業とはならず、法学志望を得ていない。大学の恩師、金子健太郎の勧めで、法制局に勤務する者の当初の志望通り1年で、 体感し、1888年に論説記者として、長屋新聞に入社した。これは、犬飼い武氏の手引きによるものだったが、犬飼い、尾崎幸雄らと共に論人を張った。反伐政府の弾圧によって、同新聞の経営が困難となり、1891年11月には、尾崎らと共に、大隈重信の郵便放置新聞に移り、犬飼い、尾崎が、 国会議員となると実質上経営の実験者となった。また、財政学を学んで、イタリアの赤学、ルイージ・コッサの財政学を翻訳して表し、早稲田専門学校では教科書用に採択した。1893年5月に横浜港からアメリカ経由でイギリスに外遊した。ほぼ1年間イギリスの政治、財政、経済の知識を吸収して帰国した。 まもなく郵便放置新聞を退社し、ロンドン滞在中に経済雑誌ジ・エコノミストがイギリス経済界に大きな指導的地位にあるのを見て日本での必要性を痛感し、1895年11月に東洋経済新報を創刊した。経営が軌道に乗った翌年12月には友人である天野ためメきに譲り、1896年には 日本銀行に調査役として入った。1898年1月に、日銀総裁、岩崎矢之助の特別指名を帯びて、大阪支店監査役に転じた。匿名の内容は、日本銀行の官僚的な体質を改め、大阪の経済人と腰を低くして、接するようにという趣旨のものであった。翌年三月、日銀幹部ストライキ事件に連座して、鶴原貞吉。 植村俊平らの東大出身幹部らと共に、大阪支店退任後、山口財閥の中心企業であった山口銀行の総理事就任要請を受け、引き続き大阪に泊まることになった。巨弱体質だった銀行の体質改善と経営刷新を断行して、山口銀行再建に乗り出し、10年後には拡大発展させ、大阪財界の指導的地位に立つまでに成長させた。 1909年5月に、慶応義塾を卒業して、成人となった四代目、当主吉郎兵栄を伴って、半年間欧米に外遊し、翌年山口家を退いた。1912年5月15日実施の第11回衆議院議員総選挙に、秋田県軍部区から立候補して3565票の最高点で当選し、政治家としてのスタートを切った。 1914年に第二次大熊内閣の農商務参政官に異例の大抜擢をされ、米化問題に取り組み、その調節や施設に努めた。所属政党は立憲国民党、立憲同志会2月、憲政会10月と移り、健全な野党、憲政会の有力な党員として、苦節10年の修練時代に入った。1919年以降はたびたび憲政会総務を、 つめ、一方で1919 19年から1926年まで放置新聞社社長も兼任した。浜口内閣。左から二人目が町田最後に入閣した小磯内閣。最前列左から二人目が町田町田忠春1920年5月の総選挙で落選したものの、1924年10月に帰り咲き。 加藤孔明内閣の衆議院予算委員長として活躍した。その後、県政会の筆頭総務の地位につき、1926年6月には第一次、若月内閣の農林大臣として初入閣を果たした。翌年6月に、県政会は、声優本党と合同して、立憲民政党を結成してその総務に就任した。さらに百二十九年七月に、 浜口内閣で再び農林大臣に信任され、第二次若月内閣でも引き続き再任された。農省としては農村の負債整理や現金収入の投稿をじて、疲弊の苦境を緩和し、同時に農村開発に尽力したことと、米価の極端な変動を防止する、米価政策を立てて、当時の与野党ともに賛成を取り付ける、政治史上画期的な業績を残している。 1934年7月の岡田内閣成立と共に懇願されて、相談役として商工大臣に信任され、中小企業援助のため商工組合中央金庫の設立という大仕事を成し遂げた。さらに、同年10月に若月玲次郎の民政党総裁辞任に伴い、その公認に押されたものの、すぐにはつかず、民政党総務会長として総裁代行を務めた。 政局の推移と熱烈なる党を挙げての梱包にほだされ、ついに1935年1月20日に第3代民政党総裁に就任した。翌1936年2月実施の総選挙で民政党は飛躍的対象を収め、声優会に代わって第一党となったが、その直後に2.26事件が発生。事件で暗殺された高橋惚歴用の公認として、 大倉大臣を兼任した。また、町田は2.26事件に際し、断然たる処置を取らなければ、パニックが起き、金融方面に悪影響を及ぼすと、昭和天皇に忠告し、昭和天皇の討伐方針を後押ししている。その後、第1次、この絵内閣、平沼内閣、第2次、この絵内閣の内閣参議、小磯国明内閣の国務大臣を歴任した。 5.15事件以降、県政の上動は、崩れ軍国主義、軍閥政治が広がり始め、町田の首相への道はついに開かれることはなかった。この絵新体制運動の展開に伴い、民政党は最後まで回答に抵抗したものの、1940年8月15日に回答を余儀なくされた。この絵の側近、風見明は、原田熊尾に対し、 町出しの任務派民政党を解消せしむるだけが、役割にしてそれ以上の役割を解放とするがごとき派、身のほどを、知ラズトンハザルを毒ず民政党の解答と、同時に民政党今日までのだらしむかりし登場の、責任を一身に、背負い引退、してこそ後人の責任を、勝たすものというべし。この転換にあるべからず、風見明。 風見明日記1940年5月29日付と述べて東方会を阻止しようとする町田の本走ぶりを嘲笑した。翌年に翌3議員同盟顧問1942年翌3政治会顧問1944年第2本政治会顧問に就任した。町田は男爵助任や数密院副議長任命安倍内閣及び 世内内閣で入閣をそれぞれ進められたが、一大義士として国家のために働く信念を押し通した。太平洋戦争中にはたびたび議会の壇上から国民の気力に激励を与え、奮起を促した。敗戦後の1945年9月5日、第88臨時議会に提出された少々筆金決議案の趣旨説明で登壇し、明治以来の異業の虚しきを嘆き、 日本の再建は文化の発展にあることを明らかにし、国民は一致国体を維持し、全都に備行を望んで、新生日本の建設に全知全能を発揮するであろうと言言決を吐き、生類共に下る歴史的大演説を成して、国民を祝善たらしめたという。解消されていた政党復活に伴い、1 9 4五年十一月に大日本政治会を母体として、 日本新歩党を結成し、その総裁に就任した。しかし、翌1946年1月に GHQ の公職追放令によって総裁の地位を追われ、平沢長吉を後継者として政界を引退した。同年夏頃から急速に老衰が目立ち始め、10月末に牛込区若松町の第一国立病院に入院。 わずか2週間後の11月12日午前4時38分、84年の生涯を閉じた。開名は、のりただどの州ホマレムがいい駆動大古事。葬儀は、友人代表のしで原喜重郎が、葬儀委員長を務め、同15日小石川五国寺で盛大に取り行われた。東京都小石川の五国寺と秋田市西岸寺に墓がある。町田は、金融や、 経営の世界で手腕を発揮し、正解入りして後も、主として、経済、産業政策に通じ、いくつもの成果を残した。また、ジャーナリズムや要項によって培われた広い視野も持ち合わせていた。平時であれば、さらに評価され、主犯にもなり得た、町田の悲運は、よって立つべき、政党政治が和解していったことである。中間内閣時代には、順位与党的な立場から、 自党の主張を部分的に政策、立法化できたが、それは軍部と根元対立しないことの引き換えの結果でもあった。党内統治の面でも、長井隆太郎、大麻忠浦党内新軍派を抑えきれず、最終的に民政党回答に至った。党場内閣以降も政党政治家としての教示を保ったにもかかわらず、政界重鎮として、 翼山政治家や小磯内閣に関わったことで、公職追放となり、不遇な晩年を迎えた。1912年5月15日の第11回総選挙で、秋田県軍部区から立候補して初当選を果たした。以後、1920年5月10日の第14回総選挙で一度落選したものの、1942年4月30日の第21回総選挙まで、 通算10回当選した。第11回衆議院議員総選挙、秋田県軍部区人気満了日、1912年5月14日、投票日、1912年5月15日第12回衆議院議員、総選挙秋田県軍部区解散日、1914年12月25日、投票日、1915年3月25日第13回衆議院議員、 総選挙秋田県軍部区解散日、1917年1月25日、投票日、1917年4月20日第14回衆議院議員、総選挙秋田県第3区解散日、1920年2月26日、投票日、1920年5月10日、第15回衆議院議員総選挙秋田県第4区、解散日、 1924年1月31日、投票日、1924年5月10日、第16回衆議院議員総選挙秋田県第一区、解散日、1928年1月21日、投票日、1928年2月20日、第17回衆議院議員、総選挙秋田県第一区解散日、1930年1月21日、ありがとうございます。